い、どうも監督と申します。本日もウイニングルーム2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではね、今回はですけれども、新たな監督とね、契約を結びたいと思います。実は2トップの監督ね、ずっとね、いない言うとったんですけど、ついにね、まあ、1人決めようということで、このフェルナンド・サントス監督ね、ポルトガル代表を率いて、ユーロ2016やったかな、ユーロ2016をね制した、監督です、フェルナンド・サントス。クリスティアン・ロナウド監督とね、2人並んで決勝はね指揮を取ったと、結構ニュースになってましたが、その監督をね今日は獲得していきたいと思います。4-3-1-2 のフォーメーションですね。監督は誰でもあれなんですけれども、フォーメーションが一番、使いやすそうと言いますか、2トップにやっぱりオフェンシブミッドフィルダーがついてくる、このフォーメーションが僕はね、オフェンシブミッドフィルダー付きの2トップ、これが好きなんで、獲得したいと思います。誰だかな、あれ。いいや。シミオネ監督ね、監督もね、2トップやったはずなんですけど、そういう時々で変わるんですけど、2トップを採用することが多くて、その監督を2016の方ではね、スローで使っとったんですけれどもね、その監督は一応、オフェンシブミッドフィルダーは置かないスタイルなんで、フェルナンド・サントス監督をね、今日は獲得しようと思いました。ということで、いただきましょう。一応ね、攻撃パターンもね、攻撃エリアも中央とか、ショートパス、カウンターっていうのだけちょっとあれなんですけれどもね、はい。この監督をね契約して、そのうちね、この監督でスカウト組んでいきたいと思いますんで、はい。今日はねちょっとスカウトまだいろいろ上がってないんで、 PS がね、使えないですけれども、とりあえずフェルナンド・サントス監督を本日は獲得しました。はい、それではね、今回は、ルイス・エンリケの奇跡のね、フォーメーションと呼ばれるフォーメーションで、やっていきたいと思います。それでは対戦相手の方決まりましたので、やっていきたいと思います。ですね、どうしようかな、これ。奇跡スカッドで、やってきたんですけれども、いいか、これで。どうしよう、トニー・クロースがね、ちょっと帰られへんな。誰もおれへんもん。せめて誰か連れてくるべきやったな。はい、もう仕方がないですね。このままでし続けようか。はい、ナインゴランがな、一緒に調子悪かったらちょっと使えないということです。はい、相手の方はビールは札幌黒ラベル。いやー、やっぱりビールはアサヒスーパードライと僕は思うんですけれどもね、やっていきましょうか、とりあえずね。3バックなんでね、裏をね、取られないように気をつけてやっていきましょう。では行きましょうか。実はこんな感じで。ここはね、やっぱりボランチにしましょう。誰が悪くてこの98なってんねやろな。君か？君じゃないな。君か？君じゃないな。君でもない。メッシなわけがないしな。トニー・クロース。お前か！違うな。誰やろ？クリバリ説。違うね。誰やろ？ええわ。いいことやです。相手の方のレートの方なんですけれども、656の方ですね。やっていきましょう。かなり試合数多かったな、今。対戦、こんな感じで、はい、OK。結構雑やけど、いこう。背番号めちゃくちゃやん。クリの2番つけてんで、ええの。はい、行きましょう。攻撃力ね。このスカットはやっぱりちょっと攻撃力が魅力的なんでね。多分ね。前も、何回使ったんやったかな ?2 回、1回か2回ぐらいやったな。2回使ったかな。結局最終的に、あんまりね、3バックやり慣れてないっていうのもあると思うんでね。あまりね。よっしゃ、あーっと、ダメか、おっと。この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士。おい、おい、鑑定、いいよ。来たチャンスだ、ネイマール。はい、打ちまくります、シュート。シャルケはチームが残留するために必要な、危ないな、それはやばいな。裏を取られたら絶対アカンと言ってきたにもかかわらず裏を取られると。
オッケーオッケー、あかーん、弾かれてしまいましたがコーナーキックへと続きます。フリバリ首相やん最初のコーナーキック使えんのか、いけんのか、フリバリはキャプテンシーやったっけ。オッケー、フルトはね体が長い、はい、出そう、こうやってな簡単に出す。オッケー、取れるよ取れるよ、オッケー、あー取れる、そう、デヘア、うん、そこまで取りたわけじゃないな、ああいうボールな。オッケー、いいよ、オッケー、いいね、食らえ、やったー素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、ネイマール、あっぱれ、いいね、クロスからのボレー決めてきました。クロスの質、合わせる選手のタイミング全て揃ったからこそ生まれたゴールですよね。いやーかっこいいシュートやなデヘア、相手のデヘアもうなんか天を仰いでるやんけ。よっしゃ行こう、さあマンレッド、この序盤に早くも失点するゲーム展開になりましたね。攻撃を、まあ、入りとしてはこの後いくらでも展開変わりますからね。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。やられた方も目が覚める一発になったんじゃないでしょうかね。あか失敗、あーまずい、守備はちょっと自信ないぞこのスカット、流れを止めます、危ね、あー危な、おいあいつなんや、急に判定どうした、どうした、しかし、お、ヌゴロ判定、味方を走らせる、いいよ、はい、触る、まあ久々ご豪快、豪快なボレーが決まったな、久々あんな豪快なボレー、あーっと追いつけ、あっぱ危な、な何をああ言うたか言うたら僕丸ボタン入力し、今スライディングするとこやった、はい、ウェシーここ、クラヤ、うわ、おいしい、ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、もう思い切りがいいね、奪って引きつけといて、まあ相手からのミスになりましたけども拾いました、ね、シュートで終わる、中央上がっていきます、よいしょ、シュートで終わる、シュート飛んでなかったけどね、今のは、今のはシュートで終わるという。抜けてくる。ネイマールに渡る。シュートで終わる。シュート、おっと、打てず。これシュートで終わらなかったらカウンター食らうから危険。はい、オッケー。ボールを奪った。また攻撃や。ルカク。あかん、中央からいった。トリクロース、チャンスだ。あ、まずい。よし。まずくない。ん？何？前線にボールを送ります。やばいぞ。カウンター、危ない。やばい。やばい。さあ、左サイドへ。そうはいか。抜けた。あ、ちなみにフォアテングね、初めて起用してます。はい。とりあえず3バックは全員身長、高身長を並べてみたいです。まあ1対1で、ね、まあ、絶対負けないと、たとえどんなジャンルであれ1対1は負けないというね。オッケー、オッケー、入れ、家庭のボール、大量点取りたい、グリーズマン硬いディフェンス、メッシー組み立てながら攻め上がっていく、うーん、ダメか、取れる、オッケー、来たぞ、一旦間合いを取る、今の飛び出しのマジか、いやいいですね、まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね、これを繰り返していけばいいと思いますけどもね、めっちゃ攻めてる気するけどな、いかんせん、いけ、ほら、おっしゃい、ナイス、ロングボールを入れてきます、このボールをカットします、何シュート呼ばれなかった、それはやばい、やばいぞ、スルーパスを出す、このボールをカットします、うん、オッケー、ヌゴロカンテ縦にボールを送ります、オッケー、クラヤ、あっと
うん、ダメか。ここは大きくクリア。危険なシーンでした。もうシュートやで。マジで。遠いかなと思ったんですけどもね。遠いわ。敵の一つの選択肢にはなったと思いますけどもね。マンレット、ちょっと立て直しが効かなくなっています、この時間帯。あ、うん、ダメか。長いボール縦へ。ロイス。この試合ですでにアシストを記録しています。チャンスになる。あ、なんて。長いボールを送ります。待って取る。もう取れへん。あ、オッケーオッケー。まあ終始こっちのペースでやれたかなと思います。15分間のブレイクに入ります。はい。さあ、後半戦でやっていきたいと思います。まあこのままね、圧倒しながら勝てたらいいですけど、サッカーはそんな甘くないと僕は思います。ハンドレバックからクリスティアーノ・ロナウド。うん、ね、ここで受ける。来た。OK。ナイスセルトニア。ここもしっかりディフェンスしました。よし、行こう。さあ、行こう。メッシ。メッシ行きましょう。メッシ。ちょっと邪魔やで、君。僕のコースに入ってきたら良くないよね。この柔らかいパス取れ、あが縦にボールを送ります。 OK、 ルカクシュート。積極的に打つ、ああいう時やな。グリーズマン、ヌゴロカンテ、ここはあ、やばいやばい、まずいことになった。クリスティアーノ・ロナウド裏のスペース、通るの？やばいな。ここ押さえなんか。あ、やばいやばい。あ、危ない。守護神が弾く。もはやそういう奇跡も必要か。メッシが、北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね。しかも相手は守備ブロック。マークされてるらしいね、メッシ。マークの仕方をしているんですよね。これだとどこにいてもマーク。オッケー、おい、ナイス。決まった追加点。よっしゃ。シャルケ、よっしゃよっしゃ。シャルケリードを2点に。結局押し込んだ形になって2点になったらもうだいぶ安心できる。ここからはメッシ、ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。一発で入れてほしかったな。でもな、何やかんやって、どこ変えよう。着実に得点を重ねていきます。2対0。シャルケとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。 OK。 メッシ、柔らかいボール、ここは読んでいました。選手交代の時間帯ですね。ロイス、そろそろ変えようか。 OK、 クリワイ、ナイス。ナイス、縦に送ります。あ、やばいやばいやばい。エリゼ、そうはいっか、あーっと間違えた。やばいやばい、ボアティングボアティング、うん、なんとかそっからコンディションコンディションちゃう、コンディションは関係あれ。あー、やられた。いやー、やられちゃった。コンディションってないね。コンディションいなかったんじゃねえ。間違えた間違えた間違えた。選手変えたい。間違えた。選手変えたかった今のは。でもせっかくの OK、 コースを狙って振り抜いていった感じですよね。はいはい、見えましたね、これは。止まってる。はい、メッシからネイマール。さあ、マンレッド。で、トインクロース。というところ。なぜか打つ。ここは右へ通り過ぎていきます。いい右ですよ。ボール1個ですよ。まあまあ、ええやろ。下手にあんなところでボール取られるよりマシか。だいぶ、だいぶ遠かったな。あ、どうしよう、ね、選手かよ。誰を変えたかって、ロイスを変えたかって。ちょっと待って、ちょっと待って。サンチェス。ああ、なるほどな。まあ、あと変えるとしたら、ここぐらいな。グリーズマンをな、投入するぐらいしか、できへんかもしれん。メッシにマークついてるから、もう関係ないけどな。ぐらいな。
2、3人マークつけたらどうなんだろうな、気になるわ。やっぱりそいつの周りにはマークがたくさんおるってことがあるのかな。この位置で受ける、あかん、ちょっとフライで行くべきじゃなかった、普通に転がしていく。あー、出してもだ。北沢さん、このセカンドハーフに失点をしてしまい、さらにはここから詰められる流れにはしたくないところですよね。このゲームは次の1点が勝負に大きく関わるでしょうね。積極的にゴールに向かったチームがチャンスですよね。これクリバリーに勝てると思ってるのか。あー、やばい、メッシー、オッケー、取れる、取れるけどダメだ。アンドレマ、縦へのボール。取れるけど、おっと、まずい、まずい、まずい。やばい、なんかちょっとマークめっちゃ剥がれてってる。マークというか。抜けてくる。あぶねえ。やめてくれよ。きついな今のは。このルカ君に合わせて。おい、来た、カンテ。自分で行く、上げてくる。お、ルカクの上を行く。ここは大きくクリア。危ないシーンでした。しまった。しっかり競ってない。あ、手を釣り出された。よし。パスで繋いで攻め込んでいきます。バンレッド。いいよ。いいよ、ネイマール。チャンス来た。抜けてくる。おい。シャルケとしては。マールがコーナーを蹴る、あ、メッシがね、コーナー、オッケー。しのぐ。うーん、取れへん。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンスオッケー、取れる。集中してますよね。オッケー。あーし。うわー、転がってるぞね、マールが。そうは引っ張ってんだ。オッケー。あ？おかしい、おかしい。あ、やばい。あー。カンドレバ早い、トニックロス全然遅いんやけど、よし、ヌゴロカンテ、メッシ全然走ってこへん、何のためやねんあれ、なんやねん、全然走ってこへんやん、そんなことあんの。シャルケとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あのためのチームメイトムービーね。まもなくです、今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。あ、疲れてんのか、そんな関係ある、疲れてるかといってダッシュせえへんようなことあんの。ダッシュというか、スルーパスを出す、クリスチャーノ・ロナウド、まずい、あー、やばい、えい、中は硬いです。長いボールを振ります、はい、ルカク、あ、やばい、普通にやばい、ここは一旦キーパーへ下げます。オッケーオッケー、メッシーかい、メッシーは嫌や、緩いボール、おい、中は硬い、メッシールーズになる、あんなこれ、インターセプト、あぶね、さあこの時間帯でうっせやん、コーナーな今、どう考えても相手が突っ込んできたような気がするけどな。ここは集中してほしいですね。ほんま。いや、もう取るで、普通に。相手が入ってる間に。あれ？イメージは？はい、終わり。終わり終わり。終わり終わり。よっしゃ。上です。いやー、このスカッド、なんか大量点望まれへんな。一回もなんか大量点取ったことないわ、このスカッドは。北沢さん、めっちゃ攻めてるような気がすんねんけどな。シャルケとしては、立ち上がりの得点によって、早い時点からプレーに余裕がありましたね。な、このゴールがな。落ち着いて試合を運んでいけたんじゃないでしょうかね。なんかほんまワクワクするような感じやけれども、点が入らないみたいな。ジーコジャパンの初戦みたいな感じやな、なんか。本日の試合はごっつい、あ、めっちゃ綺麗ゴール、小野伸二のね、めっちゃ綺麗ゴール決まったわ、思ってんけど、そっからうんともすんとも言わなかったみたいな感じで。2対1で見事勝利を収めました。めっちゃ古いけどな、ジーコジャパンで。ジーコジャパンの初陣ね、もうどことやったかも忘れたわ。黄金の中盤言うてね、その時の稲本、小野伸二、中村俊輔、中田英寿か、この4人をね並べたんですよね、中盤に確か。あ、もういいや、そんなのもあったよな、
結局ね、最終的に終わってみれば、その中盤で残ってたん言うたら中村俊輔と中田英寿やったんちゃうかな、確か。確かね、なんか福西とかに取って代わられたような気がするなと。はい、ということで、まあ、レート751になりました。まあ、この調子でね、勝って、まあ、5連勝、まあ、3連勝ぐらいなんで、あと5連勝ね、うまいことしたいなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。